本のイチロー宮田、勝敗は判定に持ち越されました。素晴らしいファイトを見せたイチロー宮田、ルーサクも頑張りました。レフリーが集計を読み上げます。さあ判定はドロー読み違いじゃないのか。ジャッジは何を見てるんだ。移動ダウンを取った。ポイントだって一つも取られていないはずだが。こんなデタラメあっていいものか。なんだ、判定にケチをつけるな。ドローなんだぞ。いかがしいぞ。ホームタウンデシジョン、敵地に来れば仕方ないことだろうな。日本でもあり得る。マシワ戦以来の再起戦だったのに。あいつが5位を相手に華々しく KO を飾ったっていうのに、俺はタイまで来て無名の選手と引き分けか。天才だとか華麗だとか言われてデビューして、一体何やってんだ。タイに来て約2ヶ月、食べ物には慣れたけど、この暑さだけはたまりませんね。日本人も割とよく見かけますね。そのほとんどが観光客ばかりだけど。一郎君と同い年くらいですか。この暑さで汗は出ているのに、あいつの減量は相変わらずきつい。身長172センチのフェザー級ボクサーは他にもいるが、一郎の場合骨格がそれを許さない。本来ライト級がベストウェイトなんだ。限界を求める減量は全ての欲を断ち切らなければならない。すれ違う同世代の若者とはまるで異質の人生だ。あいつは18歳にして若者の権利を自ら放棄してしまった。そういえば最近あいつの笑った顔を見たことがないな。次の試合の申し込みが来てるんですが、ちょっとこれはジミー・シスファー、戦績は10戦10勝 10KO。 ジミー・シスファー、東洋太平洋圏内で最も注目されているホープか。ええ、無敵で32戦 32KO と無敗を誇ったままボクシングに転向したあのジミーです。国内ではすでにスーパースターになりつつありますが、そんな選手がなぜイチロー君を。そうだ、イチローは手のいいカマスイングとして指名されたのだ。そんな、どうします。そうだな、今イチローに必要なのは勝ち星のはずだからな。なんだい、気分悪いぜ。大きい声で言ってみろよ。日本語じゃ通じねえか。はよ、あんた日本語少し分かったよな。通訳してくれよ。日本人やはりハングリー違うと。ん？タイ人にとって強い選手と戦う、いっぱいお金もらうチャンス、でも日本人逃げたと。逃げた？誰が？私逃げた思わない。仕方ない思うよ。地味強すぎる。対戦避ける当然。どういうことなんだ父さん。気にすることはない。次の試合はジュニアライトで行く。ジュニアライト、減量もぐっと楽になるだろう。本来のお前のスピードもパワーも活かせる。フェザーにはもうこだわるな。こだわりたいんだ。この世界に入った時何の不安もなかった。頭の中じゃ世界まで一直線の道しか描いていなかったよ。だけどその道の前にあいつが割り込んできた。それを避けちまったらこれから出てくるやつ全部避けちまうよ。そんなことしたらどんどん遠回りしちまう。G
ジミー・シスファーのことは知っている。少なくとも現時点じゃ格上さ。勝てる相手じゃないかもしれない。だけど減量から逃げて、目の前の敵から逃げて、世界になんかたどり着けるもんか。逃げちゃいけないんだ。お前をジミーと戦わせるわけにはいかん。なぜ？今のお前とじゃ実力差がありすぎる。まるで必ず負けるといった口ぶりだね。何があるかわからないのがボクシングじゃないのかい。かませ犬だぞ。そんなリングに息子をあげるわけにはいかん。トレーナーとしての意見を聞きたいよ。ならばいいよ。ジミーシスファーにはお前のカウンターは通用しない。今芝戦で分かったことがある。確かにお前のパンチは切れる。それゆえ一撃必殺のものだと思っておった。しかしお前のパンチは軽いのだ。スパッと切られた傷口ほど回復は早い。重くいつまでも体の芯に残るようなパンチの質ではないのだ。パンチの質とは持って生まれたものだ。こればかりはどうしようもない。ましてジミーはムエタイ出身。足の打撃が加わる戦いを30にも勝ち抜いた強者よ。お前のカウンターの一つや二つではまず倒れん。気づいていたよ。自分のパンチの質くらい分かってたさ。だけど俺はこの拳に頼るしかないんだ。こいつが俺を裏切ったなんて認めちまったらもう俺は戦えない。わがままは分かってる。でも俺ジミーと戦うよ。同じだな、あの時の私と。え？私は自分の非力さを嘆き引退した。自分の限界を知りつつリングに上がることはプライドが許さなかった。あいつも同じ思いなのかもしれん。まさかそこまで。おお、またパートナーを潰してしまった。マネージャー、試合相手どころかスパーリングパートナーを探すのも大変ですね。一郎宮田が試合を受託したことを知っておりますか？そりゃもうジミーの試合はみんなが注目していますから。ジミーの強さはムエタイにおいてすでに実証済み。ボクシングに転向したのは世界に認められるためなのです。今度の試合はその足がかりになると信じていますよ。通用しない。ならばスピードとコンビネーションで勝負だ。手数を出し続けて最悪でも判定で勝ちを拾う。バカ野郎、何が判定だよ。どの道勝つためには KO しかないんだ。でもどうやって。なんだ。あ、いや、一郎のシャドウ流れるように綺麗ね。見惚れてしまったよ。同じ職業の僕にも見えないパンチある。まるで切れ味のいい刃物ね。どうした、何か気に障ったか。いや、何でもないよ。ジミーシスファーもこういう中から這い上がってきたんだろうな。ジミーは子供たちに夢を与えるボクサー。みんな頑張れば彼のようになれると思ってる。子供にも大人気ってやつか。この国じゃ俺は完全に悪役だな。そんなことない。少なくとも僕は応援してる。それにファンだっているよ。ファン？よ、何か用かよ。こんにちは。日本語わかるのかい？チャナ、これ僕の弟チャナ言います。一郎のファンってチャナのこと。さあ、あの話一郎に言ってみろ。
じれったい。みんなにいじめられる。それが原因よ。はぁ、参ったな。俺の知り合いでもそっくりなやつがいるよ。嫌なやつだよ。と、嫌になるくらい強いってことさ。頑張ればチャナだってなれるよ。カウンター、ん？僕はムエタイではなくボクシングを目指してます。タイにはジミーのようなファイターが多いけど、僕はボクサータイプが好きです。できればイチローのようなカウンターが打てるようになりたいです。こないだの試合見て、チャナ一遍でイチローのファンになった。お願いします。もっともっとすごいカウンターみたいです。悪いな、チャナ。俺のカウンターはそんな偉そうな代物じゃない。もっとすごいのがあれば悩まないさ。もっと、今のカウンターよりもっとすごい。俺はうぬぼれていたんじゃないか。自分のカウンターが完成されたものとして、これ以上ないと。今以上のカウンターが俺にあれば、性格無比はもちろん、切れる上に重い、当たれば確実に立ち上がれないという、カウンターを超えるカウンターが。フィニッシュは例外なくインファイトからの左右のフック。オーソドックスなファイター、ダウン経験なし。知れば知るほどジミーの強さが浮き彫りになってきますね。ところで一郎は？サウナに。まだ出てないのか。いかん。一郎、一郎くん、一郎、一郎、寝ちまったのか。気を失ったのもわからないなんて。まだたどり着かないのか。飲まず食わずで汗を出しても体重が落ちない。とてもジミー相手に10ラウンドやれるスタミナは望めませんね。となると早い回の KO しかない。しかしカウンターが通用しないわけだし。イチロー、風邪でも引いたら。すっげーな、スコールって初体験。日本語やだ、びしょ濡れ。どうせならまた水着になっちゃえば。バカ、何言ってんのよ。あれ、行くぞ。チャノ、迎えに来てくれたのか。うん。せっかくだけど、この雨じゃ傘さしても意味ねえか。イチローは、イチローは笑わないんだね。ここに来る日本人みんな楽しそうにしてる。でも一郎の笑った顔見たことない。ジムの人たち、一郎はジミーに勝てないと言ってる。日本人だから、ハングリーじゃないから。だけど一郎はご飯食べない、水も飲まない。タイの人たちよりもハングリーな生活してる。タイのボクサーお金欲しいからリング上がる。でも日本人違う思う。痛い思いするリングになぜ上がるの？楽しいの？
一郎全然楽しくなさそう。ボクシングする理由わからない。ごめんなさい。でも一郎少し辛そうだったから。早く帰ろう、体冷えてしまうよ。サンキュー、チャナ。笑わないか。そうだな。だけどな、こんな考え方俺だけかもしれねえけど、あると思うんだ、きっと。ボクサーだけにしか味わえない笑える瞬間ってやつが。一郎、すごいカウンターが見たいって言ってたよな。うん。そっか、見たいか。またダウンだ。このところずっと調子悪かったけど、今日は一段とひどい。もう試合まで何日もないのに。まだだ。続けてくれ、パレオ。でも一郎。頼むよ。カウンターチャンス。そんな絶好のチャンスだったのに。あんなに頭から突っ込んで止めましょうよ。今日はもうダメですよ。おかしい、調子が悪いにしてはパンチが切れてる。ダメだ、タイミングすらずれてる。見てられません。止めますからね、宮津さん。一郎くん、大丈夫かい？一郎くん！どうした？クリーンヒットはほとんどもらってないのに、体の芯に残っているものがある。今までの一郎のパンチとは明らかに違う。なんだこれは。近づきつつあるようだな。カウンターを超えるカウンター、その答えに。もう少しだ、もう少し。なんとか計量パスしましたね。しかしジミーの方は肌のツヤといい、張りといい、コンディションは最高。ナーバスになってるようですね。無理もない。あー、くそ！なんてざまだ。控え室でコンセントレーションもできないなんて。カッコつけて日本飛び出して、思い知ったことといえば自分の小物ぶりだけかよ。掛け率30対1だと。ここまで情けねえ前評判で戦ったボクサーって一体何人いるんだ。まさにおあつらい向きのかませ犬ってわけか。要はビビってんじゃねえかよ。くそくそ。もう試合まで何分もねえんだ。きっちり覚悟決めやがれ。いた。いたじゃないか。前評判悪くても戦ってるボクサーが。あいつはいつもこんな気持ちだったのか。控え室でこんなプレッシャーと戦っていたのか。そして勝ち抜いて。早く早く、試合終わっちゃうよ。仕方ないだろ、仕事だったんだから。
一郎、必ず、必ず勝ってよね。さあ、いよいよ始まります。注目の10回戦。赤コーナーには大国ボクシング界の期待を一身に受けてジミーシスパーが歓声に応えます。そして青コーナーには日本からの刺客イチロー宮田。セコンドイチロー、割れんばかりのジミーコールだ。そして待ちに待ったゴングが今なりました。ララララ前足に体重を乗せた構えから体ごと叩きつけるように打ち込むカウンター。決まれば恐るべき破壊力で相手をマットに沈める。でも失敗すればその威力は自分に跳ね返ってくる。ボクサーとしての全てを失うか勝利を得るか、それはまさに命を削って打ち出す究極のカウンターなんだ。次回、カウンターを超えたカウンター。